時刻はですね、11時57分、あと3分で年明けということで、今年はこのチェキでですね、自撮りをしていこうかなというふうに思います。それでこのノートね、スカイアチャープロジェクトのノートを、持ってですね、そうね、スカイアチャープロジェクトのノートを持って、あれだね、年越しをしていこうかなと思います。やっぱりね、こういうふうにノートいろいろ書いたわけですけども、2021年とはどうしたいのか、2022年で発見したこと、進歩したこと、そして2020年で得られたスキル、2021年で、得る予定のスキルで、2021年の目標とかね、いろいろこういうふうに書いたのね。やっぱり海外移住、ね、スカイアチャープロジェクト短期、スカイアチャープロジェクト、ね、スカイアチャ第一短期プロジェクトの3つの目標、海外移住、海外で働く、自分の力で空を飛ぶと、この3つを解決して、この3つの、夢を叶えるために、どうすればいいか、その手段っていうのをね、自分でやっていくということですね。はい、これをね、よし、ということでですね、はい、残り、1分10秒ということで、あと、はい、65秒ですね、年明けまで。さて、どうしようかしら。何色で撮ろうかな。でも普通の色で撮るか。はい、あと45秒ですね。今年は、この本を持って、自撮りでね、人を撮っていきたいと思います。こうやってね、見えるよね。おっと、これでいいか。あと30秒ですね。29、28、27、26、25、24、23。シャネルの、指輪もちょっとね。19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、5、4、3、5、4、3、2、1。はい、明けましておめでとうございます。2021年になりました。ということでですね、今年はね、僕にとってたくさんいろんなことに挑戦して、何事にもチャレンジする、絶対に向上する、そして英語力を徹底的に身につけるという目標をもとに頑張っていきます。よろしくお願いします。それではまた。